演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、日本のお餅と韓国のトッポギを食べ比べてみたいと思います。どちらも面白いので、やっぱりどう違うのかなと思って前からやってみたかったんですけど、まあ今お正月ですからね、お餅を並べてみるのもいいものです。でもさすがにこのまま食べてくれるわけにはいきませんので、調理していきますね。ではしばしお待ちを。チャンネル登録よろしくお願いします。まずは焼いてみました。ちょっと分量的に割合釣り合いは取れてませんが、まあその辺は多めに見てください。今回は食べ比べで後編を消すために、同じ調理法同じ調味料で食べていただきます。こちらはお醤油を垂らします。でもこれで垂らしてすみません。はい、こんな風になりました。醤油の香ばしい香りがしてきましたね。ではいただきます。トッポギは煮るイメージがありましたけど、焼いても意外と美味しいですね。で、日本のお餅はもちろん焼きもいい、焼きがいい。次はお雑煮風にしました。まあ、他に具材がないのでお雑煮とは到底言いませんが、でこちらもはい、トッポギも入ってますし、あ、もう取れない取れない、見えないよね、痛い痛、ちゃんとお餅もいますよ。ではこちらもいただきます。ちょっとつるつるしてると日本と韓国のお餅を食べ比べた結果、やっぱりどっちも美味しいですね。はい、というわけで切り餅とトッポギを焼き雑煮で食べ比べてみたわけですが、全体的な印象としてはトッポギの方はやっぱり小ぶりなので、ちょっとサクッとあっさり食べられるので、いっぱい食べたい人向けです。いっぱい食べたいというよりはちょっと軽く食べたい人向けですね。一方の切り餅は中までしっかり弾力があり風味もあるので、味を焼いたい人向けと言えるでしょうね。どちらもそれぞれに特色があってよかったです。食べ比べと言ってみましたら特に順位つけられるようなものではないと思いましたので、今回はどちらもこちらの点数とさせていただきます。こういう風に比べてみるのもいいですね。というわけで皆さんもお正月お餅楽しんでくださいね。あ、でもくれぐれも喉に詰まらさないように気をつけてくださいね。そんなことになったら大変ですからね。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。